トム・グリーンは、カナダ・オンタリオ州生まれの俳優、コメディアン・ミュージシャン、脚本家、プロデューサー・ラッパーである。コメディアンや俳優、テレビのパーソナリティ、そしてミュージシャンなどとして知られるグリーンは、1971年にオンタリオ州に生まれる。1990年代初頭、グリーンは、ラッパーとして、プリペアフォーインパクトなるグループを組み、活動を始める。 地元の大学へ在学中に、オタワ大学の校内ラジオのホストとして、才能を発揮し始めた。その後1994年に、カナダ国内で、トム・グリーン賞が始まり、徐々に人気が高まっていき、それがアメリカへ飛び火。1999年に、MTV でも取り上げられ、一躍米国での人気も得る。同時に俳優としてのキャリアも重ねていき、ブレッキン、メイヤー。 エイミー・スマート共演のロードトリップやチャーリーズ・エンジェルなどの出演作がある。2000年にはチャーリーズ・エンジェルの PR のためドリュー・バリモア、ルーシー・リュー、クリスピング・ローバーらと共に来日も果たした。私生活ではドリュー・バリモアと2001年に結婚するもわずか1年後に離婚した。監督、脚本、主演を務めた2001年公開のコメディ映画 フレティのわいつな関係は、第22回ゴールデンラズベリー賞で5部門を受賞し、受賞式に駆けつけ話題となった。受賞者の出席は、第16回最低監督賞のポール・バー・ホーベン、以来2人目。ありがとうございます。